はじめまして、DJ ゆでです。突然ですが、こんな方はいらっしゃいませんか？動画にナレーションを入れたい。キャラクターボイスが欲しい。ナレーションで作品のクオリティを上げたい。そんな方たちのご要望に、この DJ ゆでが全てお答えします。今回は、4つのキャラクターボイスと、3つのナレーションのサンプルをご用意いたしました。それではどうぞ。ついにこの日が来たな。いいか、お前ら、俺たちが最強であるところを見せてやろう。そして俺たちの圧倒的勝利でこの大会を優勝しよう。さあ行こうぜ。財布落としましたよ。え、あなたのじゃない？参ったな。ここから一番近い交番ってどちらでしょう？ええ、交番です。届けに行かないと。あの信号を右ですね。ありがとうございます。それじゃあ。さやかじゃん。いやー、今日も可愛いねー。あのさ、いつになったら俺とデートしてくれんだよ。いいじゃん。いつも不愛するなー。でも、そんなさやかも、可愛いけど。俺が何様かって？俺は俺様だ。それ以上でもそれ以下でもない。気に入らなければ。俺と関わんな。お前なんかいなくても、人は誰でもいる。失せろ、バカが。ない。朝起きたら、あるはずのものがない。同じクラスのあの子と、入れ替わった花子と太郎。二人が繰り広げるドタバタコメディー。どうせありきたりな転生ものでしょと思ったあなた、これが意外と泣けちゃうんです。現代社会風刺、斬新なストーリー展開、転生ごっこ、来春オンエア。試合が動いたのは前半30分。ゴールキックしたボールが浜風に流され、まだ流され、なんとゴール。小次郎くんもびっくりの超ロングシュート。これには蹴った本人も苦笑い。これが決勝点となり、地の利を生かしたニューヨーク FC、 幸先のいい白星スタートです。バレンタインに君がくれたのは1枚100円のチョコで、添えられたカードにはこれからもよろしくね、なんて年賀状と同じことが書かれていた。はあ、やっぱり僕はその他大勢か。落ち込んじゃうけど。でも、ここで逃げたら、男が捨てる。ホワイトデーにはマシュマロ送って、君が好きだと、伝えたい。3月14日、ホワイトデーはマシュマロデー。バシーロ版のマシュマロがあなたのラブストーリーを応援しています。以上になります。ご視聴ありがとうございました。DJ ゆでいでした。